ただいまご紹介いただきました米山です。あのマイクとちょっと機械の操作の関係で座ったまま失礼します。あの今ご紹介いただいたように私2020年の春に参りましてで、えー、別府の体験ということで2つエピソードをまずお話ししたいと思います。1つはですね あのまあ、住むことになったのが、まあ、流れ川通りに面したマンションだったんですけどもあのとてもびっくりしたことがありましてあのこう皆さんですね、えー、エレベーターのドアを開けて待ってくださるんですね。 で、えっ、ー、と、人によってはですね、一緒にあのマンションの玄関入って、その方はエレベーターに直行しで、私はあの、こう、郵便受けでですね、郵便箱を開けて、で、物を取り出して、で、エレベーターのところに行ってたら、待ってくださっている。うん、こんなことってあるんだろうかって。私は心底びっくりしましてですねで。で、でもその後もですね、そういったことが何度もあって、あ 別府の人ってこういうふうに待ってくださるんだっていうふうにとても驚いたのが私の別府体験の大きなエピソードでした。なんて暖かい街なんだろう。で、あの、えっ、ー、と、私のですね、先輩からですね、あの、まあ、交通の、あの運、運転の方についてもですね、結構、あの、前の車がノロノロしてても、あの、後ろで、えー、こう、 あの、くっついていくみたいな、あことについては、あ伺っていて <laughs>。で、まあ、別府の方にお話しすると、そんなことはないです。結構短期な人もいますっておっしゃるんですけども。まあ、確かにあの、10号線をですね、ジグザグ運転する方と、ゆっくり運転する方と、なんか両方あって、面白いなと思ったりするんですが、ただですね、このエレベーターで、あの、待ってくださる、それから中でですね、ちょっとした、こう、あの、まあ、 立ち話をですね、えー、してくださるような温かさって、私、あの、京都21年間暮らしてですね、全く感じたことがなくてですね、本当にあの、なん,かなんか毎日こう、心が明るくなるような、そういう体験を、あの、してきました。で、もう一つはですね、あの、バスに乗っていてね、あの、まあ、あ 大分交通さんも、それから亀の井バスさんも、運転手さんがものすごく丁寧なんですね。で、えー、交差点で曲がるときなんかもですね、必ずう、その歩行者がいたらですね、絶対待ってますしね。また、あの、加速減速が優しいんです。で、えー、っと、ちょっとこれ、あの、録画されますので、どこの街とはあ申し上げられませんが、あの、 死刑バスのですね、運転手が、その、こう、あの、お年を召した方がですね、乗っておられて、 着席されてないことが分かってるにもかかわらず、急発進させて、怪我をさせるみたいなことが頻発するような、まあ、そういった街もあるんですね。で、まあ、あの、あの、今もですね、なんか、あの、バス乗るとですね、これもまた毎日感動している。まあ、そういったですね、あの、特に、あの、お年寄りの方に優しいバスっていうのはですね、素晴らしいなというふうに思ってきました。実はこういったことがですね、ちょっと 今日のお話しするテーマとあの結びついてくるんですけども私の,あの別府体験ということで2つまずお話しさせていただきました。 あの、まあ、APU の副学長ということでご紹介いただいていますし、あの、お話の中にはですね、APU の、あの、留学生、国際学生のことも、あの、いくつか、あの、エピソードとして、えー、混ぜさせていただいています。で、あの、皆さんご存知の通り、あの、APU はですね、えー、2000年に開学いたしまして、まあ、この開学の時も、あのー、 大分県及び別府市に、あの、多大な、あの、こう、ご支援をいただいてですね、え、誕生した大学です。あの、キャンパスとなる、あの、十文字丸の丘の上の土地もですね、別府市から、あの、寄贈いただいたものですし、また、あの、え、キャンパスに行く取付道路は、あの、県の方で作ってくださった。 財政的な支援もたくさんいただきました。で、え、今23年を過ぎて24年に向かって、こう、あの、進んでいるというところです。で、当初はですね、学生数、 3000人ぐらいの小さな大学でスタートしましたけど、今倍ぐらいになりましてですね、えー、在学生がほぼ6000人、そのうち約半数の、えー、3000名弱が国際学生ということになっています。えー、これまで、あのー、166カ国から学生を受け入れてきました。現在、在籍している学生の出身国、地域が約100と。 いうことになっています。常にですね、百100カ国ぐらいからですね、学生が来て滞在している。二2、3年前まではですね、94号だったんですけども、あの、昨年ぐらいから100を超えましてですね、えっ、ー、と、今、あの、えっ、ー、と、春、今年の5月1日の時点では、あの、106カ国から来ている。という、そういう数字になっています。 で、えっと、この右下のランキングですけども、これはザーではなくてですね、あのタイムズハイアーエデュケーションっていうですね、えー、っと、世界の大学の格付けをやっている、まあそういった会社です。で、その大学ランキングの中で、日本の大学をランキングしているのが、日本大学ランキングというものです。 これ,これでですね、国際性で全国ナンバーワンに、まあ、帰り咲いたということです、まああの。国際的な大学というと、秋田の国際教養大学とかですね、あの東京の国際キリスト教大学とかいろいろありますが、 あの特に秋田のです、ね、国際教養大学と、えー、競り合ってきたんですが、まあ、ここ数年秋田の方が良かったんですが、まあ、なんとかですねでの他にもですねいろいろ APU の国際性というのはあの、まあ、お示しすることはできるんですが、まあ、このぐらいにしておこうと思います。 で、えー、っと、別府がですね、えー、っと、この、これまで二十三年半、あの、これまでやってくることができたのもですね、えー、別府の皆さんが、あの、a p u の国際学生、留学生たちをですね、 暖かく迎え入れてくださって、まあ、バイト生であるとかですね、いろんな形、あるいは下宿しております。で、街の中でですね、暮らし、あの、えー、一緒に育ててくださったということについては、あの、大変、あの、感謝しています。で、こういった、あの、ところがですね、 えっと、別府の国際性と結びついていますし、また、あの、APU も、えー、これから別府がますます発展するために、あの、頑張っていきたいというふうに考えております。 で、えっと、これまでの、あの、第1回、第2回、第3回、第4回と、どういうふうに、ちょっと接続点を見つけようかなと思って、えー、若干、あの、データをつけたのがあ、ここの、このページなんですが、で、あもちろんですね、別府の発展の、を,を見るにあたって、えー、こう、あの、 船の航路が極めて重要であったことについては皆さんご存知だと思いますあの今はユメ、えー、タウンになってしまいましたけどもあそこはクスノキ港ですよね で、あそこが開発されたのが明治になってすぐ。で、1873年に大阪との定期便が開始されます。まあ、その後ですね、別府と大阪を結ぶ航路というのは、もう日本における旅客海運の最も成功した路線としてですね、数多くの船会社が参入し、 あの多くの,お,あの、えー、お客さんをですね大分が外の世界とつながるにあたってはまずですねこの、えー、航路によって関西とつながった関西というですね人口の集積地とつながった。でそれによって で、別府がですね、温泉をベースとした観光都市として発展した。まあ、これはあの一番あの別府を考える上で大事なところです。で別府はですね、えーまあ、あの江戸時代以前からあの温泉については知られていて、江戸時代にもですね、治療のために長期滞在するような方っておられたわけですけども、とにかく陸路が不便。 で、えー、船でですね、えー、来るとなると四国から来るというふうなことであの大量輸送がなかなかできなかったわけですが、まあ、これによってですね、えー、そのお客さんが来ることができそれによって別府の町が大きく発展していったということがあります。で、えー、ただあの別府の温泉のですね、えー まあ、効能ですよね。要するに様々な病気に効くというふうに考えられていましたので、あの、別府の町は、あの、まあ、リュウマチであるとかですね、こう、長期療養が必要な人たちをたくさん受け入れてきたというふうなことがあります。 でつまり、あの、まあ、第3回の、あの、講座でもですね、多分そういうことについてお話しされたと思うんですけども、別府は、えーまあ、数ある、観光地の中でですね、えー、こう、病気の方、障害を持った方、まあ、そういった方を受け入れて、で、えー、こう、長期にわたって、一緒に暮らすというふうな、あの、 え、特徴を持っていて、単なる温泉観光地ではなかった。で、あの、我々が今イメージするような、あの、短期の温泉観光っていうのが定着するのはですね、戦後の、になってからですので、ずっとですね、別府っていうのは、あこうあの、体の具合が悪い人たちを受け入れる街であったというふうなところは、ここで押さえておきたいと思います。 で、1916年以降ですね、えー、と、船が、あの、桟橋に直接つけられるような、まあそういうインフラ整備ができてですね、ますます、あの、船による交通というのが盛んになり、で、まあ戦争の時はですね、えー、この、あの、観光船の多くは、あの、軍に、えー、こう、召し上げられてですね、えー、兵士を運ぶということで、まあ、あの、当時、 えっと、最も大手だった大阪商船はですね、えー、戦争中に50隻を失うというふうなことになったというふうに言われていますが、まあ、戦後、えー、盛り返してですね、えーあの、数年後からですね、どん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 ,どんあのまた船による観光が盛んになっていくというようなことがありました。 で、1958年に、あの、石垣の方に観光港ができて、えもともとの別府港はですね、あの、使われなくなり、えー、2007年に夢タウンになるというふうなことについては皆さんご存知だと思います。で、この石垣の新しい観光港によって、よりキャパシティの大きなですね、えー、こう、あの、旅客の輸送が可能になるのですが、一方で、 あの、行動、行動、経済成長期にですね、えー、日本人の,あの国際観光も可能になりですね、別府の観光っていうのは大きく錆びれていくというふうなことはありました。で、えっと、 あと、あの、別府にとって大きな、あの、天気になったのが、1911年の別府駅完成ですね。これによって小倉方面とつながることになる。えー、当時は武州本線と言っていました。今の日方本線ということになります。11年以降ですね、えー、線路はどんどんあの宮崎の方に伸びていって、 っていうふうな形になります。で、えっ、ー、と、これによって船だけではなく、鉄道によるあの人の行き来も大変便利になったということになります。で、えー、航空の便についてはですね、あのー、1957年に、えー、今、あの大分市の運動公園になっていますけどあそこの大分空港で旅客輸送が開始され、 まあ、ただ、小さな空港でしたので、えー、新しい空港が望まれ、1971年に今の国先の新大分空港が共用を開始されたと、えー。これによってですねあの、空路でのアクセスも便利になったということになります。まあ、こういった、あの、おおようなことを ただちょっと、あの、高速道路を忘れておりまして、えっ、ー、と、あの、陸路でのですね、え、アクセスというのは、あの、車社会においてですね、そちらも大事であったというようなことについては、ちょっと補足しておきます。で、まあ、あの、国際観光港はですね、えっ、ー、と、 あの、まあ、海外からのお客ということではですね、えー、いわゆるこの、クルーズ船が、寄ることができるような、キャパシティを持っていますので、えー、年に、えー、まあ、あの、こう、昨年で23隻というふうに出ています。まあ、あの、定期的ではありませんけれども、クルーズ船が来て、えー、昨年9月にですね、 皆さんもご覧になりましたかねこのベリッシマっていう巨大な船が来ましてね。で、別府の街のどこからも見えるような、えー、そういうイベントもありました。定員5500って書いてますけども、えっ、ー、と、最大乗客数5686。それプラス、船員が1536名ということで、本当にあの巨大な一つの街、えー。客室数が2244と。 いうことです。まあこういったあの側面もあるということです。で、えっ、ー、と別府への観光客のあのプロフィールということで数字出しております。で、コロナのあの間だいぶ減りましたが、えー、コロナ前の数字で見ますと、だいたい総観光客数が800～900万ぐらい。 そのうち宿泊者数が250万ぐらい。で、外国からのお客さんが、六、え、七、ー、6、70万人。で、外国人客比率が、まあ、あの、7%から8%程度というのがコロナ前でした。で、コロナになってですね、入国制限で外国人比率は、あの、大きく下がりますが、まあ、最近ちょっと戻ってきているかなというようなところです。 えー、であのまあこの数字見ますとですね私これでちょっとあの準備をしていて見たんですがちょっと別府として宿泊客数が少ないのは寂しいなとでもっとあの温泉ですからね、えー、宿泊客が圧倒的に多いかと思っていたら意外に日帰り客が多くてですね で別府市がま,まとめられたあの観光統計とか見ますとですねあ,のあんまりあのお客さんお金落としてないんですね、えー、日帰りの方はだい,い45,000円、えー、お泊りの方でもあの日本人で2万7,000円ぐらい、えー、外国人の方は2万2,000円ぐらいということでですね あの、別府の観光へのちょっと寄与ということでは、あの、もっといろいろできるのかなと思いつつですね、数字は見ておりました。まあ、あの、ここではですね、外国人客比率が大体このぐらいということでお出しをしておるんですけれども、あの、まあ、えー、っと、まだコロナ以前の水準には戻っていませんが、あの、ー、 温泉についてはですね、やっぱりここ20年で大きく変わったのが、あの、外国人のお客さんにとって、えー、日本式の共同の、その、まあ、あお風呂っていうのがですね、えー、ずっと気持ちが悪いものということで、外国人のお客様への キラーコンテンツにはなり得なかったんですよね。ところが日本の高度経済成長がありですね、日本の文化に対する興味が出てきてですね、えー、温泉っていうものを、あの、外国の方が受け入れることができるようになったっていうのがものすごく大きいと思います。ですので、別府にとっては、そういった日本文化への興味、 で、えー、他の人と一緒にお風呂に入るっていうことに対する、あの、なんか、こう、それが、こう、まあ、野蛮でですね、気持ち悪いものだ、みたいな偏見がなくなってきたっていうのはですね、あの、大きな、あの、世界的な情勢ですので、まあ、これはですね、やっぱり、えー、別府の将来を考えるときにはとても大事なことだというふうに思います。で、えー と、これ、昨年、あの、先ほどの数字はですね、一昨年のところで終わっていますが、昨年の数字を見ますと、えっ、ー、と、外国人の土米宿泊者数17万5千円、五千人ということで、えっ、ー、と、全国12位、九州で2位というふうなことになりますが、まあ、あの、えっ、ー、と、 福岡は人口は大変大きいですので、人口で割りますとですね、えー、福岡よりも人口あたりの外国人宿泊者数っていうのはあの大きいと、えー、いうことになっていて、やはりこう、あの、大分県あるいは別府市のですね、人口の割にはですね、かなり、えー、あの外国人の方を受け入れるっていうことはですね、えー、しているというふうに認識していいと思います。えー、こちら、あのー、 えと、住民登録をしている人ということになります。APU ができてですね、APU に入学して寮に暮らす、まあ、あの、留学生は基本的に全員寮に暮らします。その時点で住民登録を別府市にしています。ですので、APU ができてですね、外国人比率っていうのが、こう、大きく変わっている。今、だいたい ええー、まあ、4%ぐらいですけれども、まあ、そのうち半分ぐらいはですね、うちの学生というふうに考えて良いと思います。も,もう少し、もう少し多いかな。えっと、例えば、2022年の4443名のうち、まあ、あの、APU の学生が3000弱ですからね、えー、もう少し半分よりは多いと思います。そのぐらいですね、 えっと、別府市の、あの、住んでいる人の国際化という意味ではですね、APU のインパクトは大きいというものになります。えー、っと、大分県全体で言いますとですね、えー、っと、大分県の人口10万人に占める留学生の数、 とていうことではですね、全国3位です。一番、留学生が人口比率で多いのが京都。その次は東京都。で、その次は大分県ということになっています。まあ、あの、別大さんもですね、留学生たくさん、あの、受け入れてますので、あの、APU だけではありませんけれども、あの、そういった意味で、えっ、ー、と、 まあ別府にある大学の,あの留学生というのはですね、様々な意味であの大きなあの、えー、インパクトを街に持っていると思います。 で、これ、あの、ぜひ皆さんにあのお伝えしたかったんです。APU のお国際学生たちはですね、本当にあの、別府のことがあ好きです。卒業してですね、えー、まあ、あの、個国に戻ったり、えー、して、か、か、家族を持ってですね、で、あの、家族や子供と一緒に別府に来るっていう学生結構多いんですよ。で、 あの第二の故郷というふうに言ってくれている卒業生たちがたくさんいます。であのキャンパスにですねあの24時間見られるウェブカメラがあるんですけどね。であのウェブカメラあのこう。 別府で雪が降ってですね、キャンパスは雪景色になると世界中からアクセスがありましてですね、あの、学生たちそういう意味でも見ていたりして、うん、あの、暖かい国から来ている学生が多いもんですから、あの、この山の上の吹雪とかですね、雪とかですね、あの、学生の時はた、こう、辛いんですよ。辛いんですけども、なんかこう、あの、日本を離れると懐かしいということで、 ええー、まあ、あの、別府の山の上のですね、厳しい環境も、彼らにとっては本当に懐かしい学生時代の思い出ということになりそう。ただ、なん、なんと言ってもですね、あの、え、一年、一年間山の寮で暮らして、えー、の、残りの三年間、あの、別府の町で、え、下宿などをしながら、あの、バイトさせていただいてですね、暮らしていますよね。で、あれが、本当に、あの、 別府の皆さん温かいということで、えっ、ー、と、アルバイト先のお店とかですね、本当にあの、感謝しているというふうな、あの、卒業生、たくさんおります。またそういったことが楽しくて、えー、別府の町に着い,いてですね、えー、企業や、企業する、からレストランなんかを始める、まあそういった学生もたくさんおります。で、こういったことを、あのー、 別府の皆さんがしてくださった理由って何なんだろうって私なりに考えてみてですね、一つヒントになるのが冒頭申し上げた、傷病者を受け入れる街だったっていう風うな、あの別府の歴史背景っていうのがですね、大きいんじゃないかなというふうに思います。今でもですね、別府の街自体、あの、障害者に優しい街で、えー、車足で、えー、街の中を、あのー、 こう活動するっていうふうなことが、あの、他の街なんかに比べるとはるかに見られるところですし、リハビリ施設が充実しています。から、あの大、大型のですね、医学研究治療療養施設があります。えー、旧大は、あの、えー、っと、温泉治療学研究所、 っていうのをあの、えー、作ってえー、つむいの方にあの今でも大きなあのえっ、ー、と医学部の施設を持っていますで海軍はですねこちら、えー、右側の1925年に海海軍病院作ってますけれども今あのベッ医療センターになってますよねでえー、っとあの海軍のですね、えー、将兵の 療養ということで、戦前、あの、たくさん、あの、海軍の船が寄港するっていうことがありですね。で、えー、長期療、あの、治療のための施設というのがあ、できたというのが出発点のようです。で、その他にもですね、あの、今、別府にある大きな病院、ルーツをたどってみますと、あの、 結核の治療をやっていたような施設っていうのもあります。西ベプ病院結核の療養所としてスタートします。で、鶴見病院。これもですね、農村における結核治療のために作られた病院ということでスタートしています。 で、新別府病院、あの、国家公務員の共済の病院ですけれども、ここもですね、えー、発足当時は、あの、結核治療の病棟をたくさん持っていた。ということで、これもですね、えー、温泉で治療するっていうことと、あのおお、深い関係があってですね、そういった意味で、あの、えっと、あの、別府の町の温泉、 えと、つながっているというふうに考えていいと思います。また、あの、えっ、ー、と、原爆被害者の方のための、あの、療養施設もですね、えー、つい、え、あの、最近まで、えー、存続していてですね、今ホテルになっちゃってますけども、あの、坊主時刻のとこですよね。で、まあ、そういうような意味で、えっ、ー、と、傷病者を受け入れる街っていう別府の伝統っていうのは、あの、大きかったんじゃないかなというふうに思います。 で、えっと、人生ですね、あの赤ちゃんの時と、それから、 あの、病気になったとき、怪我をしたとき、それから、あの、年を取ったときっていうのはですね、他の人のお世話になりながら、あの、暮らすということになります。で、これは、あの、えー、人間の、その、まあ、いわゆる健常者と障害者みたいな区別を、なんかこう、はっきりとした、あの、線があってできるのではなくて、で人間っていうのは、あの、こう、 ご体満足でこう歩き回れる時もあれば、やっぱり人の助けを必要とするときもある。っていう、そういう人間のあり方を考えるとですね、あの、こういう傷病者を受け入れる優しい街というのは、すべての人たちにとって暮らしやすい、そういう街だと思います。 ですので、あの、そういった文化的なベースがあってですね、えー、言葉がなかなか不自由であったり、こうなかなか、あの、えー、日本の生活習慣を知らない国際学生たちが入ってきたときにですね、米国の皆さんが、 あ,あんな連中はダメだというふうに弾き出さずにですね、えー、まあ時にはあの厳しく指導しながらですね、えー、彼らを育ててくださった。まあそういったことにつながったんじゃないかなというふうに私考えております。で、今、あの、 ではです、ね、市民に開かれたあの多文化の催しということで、えーまあ、あのちょっと目立つものをリストアップしてみましたけれどもあの別府イスラーム文化祭ではですね、えーあのー イスラム文化について学ぶ講座であったり、出し物、それから食事、そういったものをですね、えー、様々な形、方に楽しんでいただくということで、毎年、えー、恒例のイベントとして開催しています。で、えー、APU に来ているイスラム系の国、 あの、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン、えー、ウズベキスタン、タジキスタン、インドネシア、スリランカ、本当にたくさんあります。ですので、イスラムっていうのは一つではなくて、イスラム教があのメインである国っていうのも多様な文化を持っているんですよね。そういったイスラムの、えー、文化の多様性っていうのもですね、あの楽しんでい,けるよいただけるような、まあ、そういう文化、あああのおお催しです。 それから、あのー、大学でですね、えぇ、ー、週替わりで、 マルチカルチュラルウィークというのを開催しています。で、今年はもう20以上のマルチカルチュラルウィークをキャンパスでやってるんですけど、インドであるとか、ネパールであるとか、モンゴルであるとかですね、今学期も本当に様々なイベントをやってきました。で、杉の井ホテルさんがそこに興味持たれてですね、えー、杉の井ホテルのイベントとして APU の学生が参加する このマルチカルチュラルフェスティバルっていうのはですね。まあ、あの、これはもうお金取ってお客さんに見ていただけるような、よりクオリティの高いイベントとして開発したいということでお申し出いただきまして。で、杉のホテルさんと APU の,あの教学,学生教,教職員がですね、一緒に作るイベントということで、昨年からあの始めています。今年2回目ということで、12月の9日10日。 えー、で、あの、杉野ホテルさんもですね、えー、APU の学生と一緒にイベントを企画して、えー、こう、あの、提供する、そういったプロジェクトに関わることで、社員のですね、国際的な力をつけるというふうなことを考えておられるというふうに聞いています。 えー、あと、ラングイージフェスティバルっていうのはですね、APU のあの、言語の先生たちがやってるんですが、あのー、うん、例えばカンボジアのクメール語であるとかですね、アフリカのスワヒー語であるとかですね、普段、あの、我々が接しないような、そういった言語を母国語として喋る学生たちがおります。 ね、彼らっていうのは APU で英語で勉強してますから、あの、なかなか自分の母国語を紹介する機会っていうのはないわけですよね。で、そういった、あの、割と珍しい言葉を、あの、いや、文化をですね、市民の皆さんにもご紹介するというイベントが、ラングエイジフェスティバルです。で、市民向けの、まあ、そういう交流会をやったりですね、地域との交流促進、それから、 あの、世界の文化にはこんなもんもありますよというふうな、あの、多様性に対する理解を、あの、進めていただくとかですね。まあ、そういうような、あの、イベントもあります。で、こちら、あの、まあ、あいろいろな、あの、学生のイベントということでご覧いただければいいかなというふうに思います。えー、多分右上がマレーシア、左下がこう、ネパールだと思います。 えー、多分、あの、こう、右下はインドネシアじゃないかなと思うんですけども、あの、これ、えっ、ー、と、先ほど申し上げたマルチカルチュラルウィークでのイベントおおで、あの、APU のマルチカルチュラルウィークの特徴を申し上げますと、例えばこの、ネパールのですね、えー、服装を着て、えー、お、踊っている学生、ネパール人だけじゃないんです。あの、大学の決まりで、 半分以上はネパール人以外っていうことで企画を作ったグループがマルチカルチュラルウィークできますので実はですねこういうイベントを通じて学生間でもですねお互いの文化を学び合うというふうなことをしておりますあの単にあのここにネパール の、あの、服装着てんのが日本人の学生だけじゃなくて、韓国の学生とかですね。えー、あの、他の、あの、国の学生も混じっている。まあ、そういうようなことを大学としても進めています。で、えー、っと、まあ、別府の街がちょっと目に見える形で、まあ、まあ、あの、変わるというほどでもないんですけど、今年の4月の あの、いうぶっかけ祭りはですね、新しくできたサステナビリティ観光学部の学生、新入生たちが退去して参加させていただいてですね、なんか半分乗っ取ったみたいな形になっちゃったというふうに聞いてるんですけども、とてもですね、あのー、学生たち喜んでいました。で、これで街に参加できた。で、サステナビリティ観光学部は、あのー、学びがですね、サステイナブルな、持続可能な、あのー、 コミュニティづくりなんですよね。づくりを勉強する。まあそういった学生たちですので、受け入れていただいて、で、彼らの4年間の学びがスタートできたっていうのは大変ありがたいことだったというふうに思います。で、今、あの、えー、業務スーパーとかですね、えー、っと、 マックスバリューなんかにもですね、えー、外国人の方が食べるようなあのハラール食材であるとかですねあの、当たり前のように置いています。まあ、ハラール食材って別にあのイスラムの人しか食べていいけないものではなくてあの、それはそれで我々全然食べて問題ないものなんですけども、まあ、そういったあの食の文化の多様化が進んでおります。 卒業生のレストランも結構できておりまして、ちょっと、あの、宣伝させていただくとですね、例えばソルパセオにある、えっ、ー、と、アフジャっていうインド料理屋あります。ちっちゃいインド料理屋ですけども、あそこ、あの、APU の卒業生の女性がやっています。でも彼女はですね、あのお店やるためにお父さんを、あの、インドから呼び寄せてですね、シェフやってるのは彼女のお父さんなんですよね。で、えっと、あと、あの、 フェリーの入り口近くの、あの、おしゃれ小屋って、あの、目立つ、あの、レストランありますけども、あそこの一角に、えー、パキスタンカレーっていうパキスタンのカレー屋さんがあります、えー。あるいは、あの、別府大学の方に、ランカハットっていうスリランカの料理のお店があって、か,かなり辛いんですけど。まあ、あの、あともう一つ <laughs>。えっと、あのー、 竹瓦の方に、ポート、ポ、クーポノスというですね、あの、ベトナム料理屋があるんですけど、あれも、あの、うちの卒業生。ええー、あと、かなり大手ですけど、うさぎと虎っていうですね、あの、韓国料理屋ありますよね。あれ、あの、卒業はしてないらしいんですが、APU の <laughs> <laughs>、APU 経験者ということで、あの、ただ APU、APU 愛は持っていてですね、あの、学校にも来てくれる。 まあ、あの、そういった、あの、えー、卒業生が、あの、別府の食文化をですね、豊かにするのにも、あの、えー、まあ、多少貢献できてるかなというふうに思います。まあ、あの、えー、っと、メジャーなですね、スリランカ料理屋さんにはですね、えー、別大さんの、あの、卒業生のお店もあります。 ええー、まあ、あの、そういった形で、まあ、APU だけじゃなくてですね、あの、別府にある大学の卒業生っていうのがですね、結構定着しているっていうところは、あの、知っていただきたいなというふうに思います。あと、あの、現代的な、あの、課題ですね、えー、ウクライナの避難民の受け入れにあたってはですね、えっ、ー、と、別府の市役所の、あの、働きも大きかったですし、 また、あの、ウクライナ出身の、あの、APU の卒業生ですね。えー、この方がかなり中心になって動いてですね、えー、っと、小中学校、 あ、あにあのウクライナからの避難民4名いるんですけれども、彼らの日本語のサポートとかですねそういったこともしております。別府市はえっとこれまで14世帯29名を受け入れてきたということで、まあ、日本でもですね。いくつかの町に限られるんですけど、大分ですと日田と別府ですね。 えー、そういった国際支援をやっています。また、あの、ミャンマー学生、これね、町の皆さんまだあんまりご存知じゃないと思うんですけど、2021年に APU、あの、ミャンマーの学生を受け入れてですね、で、あの、口コミなんです。で、APU で勉強できてすごく楽しい。 っていうことがですね、SNS でミャンマーの国の中で広まり、ミャンマーから脱出してですね、どこかで外国で高等教育を受けたいっていう学生たちがですね、あの、行くなら APU ということでもうあの、私どももですね、全く予想していなかったレベルの出願があってですね、今年は250名を受け入れたと。 ということで、あの、日本における、そのミャンマーの若い人たちの拠点に今、別府、なっています。このミャンマー、まあ、今後ですね、平和になって、彼らがいろんなところに行けるとしてもですね、別府の街とのつながりっていうのは大変大事なものだ、というふうに思います。 はい。えっ、ー、と、あと、あの、小さい子供さんたちですよね。あの、小学生の皆さんがですね、あの、かなり、あの、しょっちゅうですね、えー、来てくださって、あの、キャンパス、あの、まあ、あの、体験してですね。で、なんか、先生方から課題もらって、あの、 う,うちの国際学生に声をかけてですね、話をするっていうふうなことで、えー、っと、こんなあの可愛らしい光景がキャンパスで、あのえー、かなりあの頻繁に見られます。で、こういったことも、あの、えー、地元のですね、若い人にとっては、あの、これ何がいいかっていうとですね、日本人の,あの外国人観って、 要するに、なんか、要するに、あの、欧米系の白人なんですよ。ところが、APU に来るとですね、本当に様々な顔をした留学生がいてですね、えー、彼らを見ることで、あ あの、外国と付き合うっていうのは単に欧米と付き合うだけじゃないんだっていうことを体でこう小さい子供たちが体験できるっていうのはとっても大事なことだなというふうに思っています。あの、留学生たちもですね、この小さい子たち来ると嬉しいんですよ。だからすごくね、可愛がっています。えっ、ー、と、で、先週は、あの、 鶴見丘高校さんからですね、なんかバス5、5、6台来てたんで、高校生も来てた、えー、来ています。まあ、そういうようなことで、えっ、ー、と、キャンパスに、えー、その、次の世代の人たちが来てですね、国際交流するっていう意味でもですね、えー、あの、多少なりとも貢献できていると思います。で、えー、最後に、ということで、これで、えー、おしまいにしたいと思いますが、あのー、 APU はですね、本当にあの、おーえー、別府の皆さんのあの温かいこう歓迎、えー、に刺さられてですね、えー、今日まで来た、えー、ということ。それから、そのもうぜひですね、今後、 あの、APU があるということを、あの、別府の街の発展に活、えー、かしていただきたいなというふうに思います。単に学生がですね、えー、別府の経済に貢献するとかですね、別府の若年人口を,を 多少是正するのに役がた役に立つとか、そういった経済的なことだけじゃなくて、別府の町が、あの、多様な人たちを受け入れ、ま、今後、あの、観光地として発展するにはですね、もっともっと多文化対応っていうのを町全体で考えていく必要があると思います。今、100カ国から来ているということはですね、もうあらゆる国の文化について、えー、こう、質問があったら答えられる、まあ、そういった人間がいるということになります。 で、国際的な観光対応っていうのは、単に英語で、え、なんかサインを作るとか、そういったことだけじゃなくて、あの、世界のお客さんが多様であって、そういった多様なお客さんに、あの、こう、歓迎の気持ちを、まあ、表しですね、いい経験をしてもらうっていうことのノウハウを街全体で、あの、持つ必要があると思うんですよね。まあ、そういったときに APU が、あの、別府にあってよかったと。 思ってくださるように、まあ、あの、私たちも学生しっかり育てますし、また大学としてもですね、えー、観光系の学部ができました。 えー、経営系の学部についてはですね、本当に国際的な経営のイノベーションということで、えー、研究をやっています。また、あの、国際ああ、ごめんなさい、アジア太平洋学部はですね、世界中のことについての研究をしている、あの、先生たちがいます。まあそういった意味で、えー、別府の町にとっての、なんかこう、知恵袋、リソースとしてですね、あの、貢献できることがあればというふうに思っております。 あの、別府の皆様にはですね、私から、あの、最後にちょっとお願いがありましてですね。で、今,今後、やっぱり別府が新しい時代に対応したあの観光都市として発展していくにはですね、別府の皆さんも、あの、世界の、あるいは日本のあちこちに行ってですね、今、 観光地ってどうなっているのかっていうのを勉強していただくっていうか、まあ、あの、遊びに行って観光していただくのついでにですね、ちょっと視察的にですね、ちょっとここの街のこういうのいいよねっていうのをですね、どんどん、まあ、あの、市民の皆さんも勉強されて、で、そういったことを、あの、こう、 市役所というか市長とかね。あの、うこういう取り組みいいんじゃないのみたいな市民の声っていうのをどんどん上げてくださるのが、本当にあの今後の別府の街、要するに市民、うん、市民の皆さんがあのより良い観光地を作っていくっていうふうなあのことって大事じゃないかなというふうに思います。あの、えっ、ー、と、 まあ、今日のトピックメインではないので取り上げせ、取り上げませんでしたけれども、例えばですね、アブレアクマハチのですね、やったことっていうのは、あの、相当、 まあ、イノベーションではありますけれども、既存のですね、えー、観光のあり方をぶっ壊すような、まあ、そういった、あの、こともどんどんやってきたわけですよね。新たな観光資源を作り、えー、そういったところに、あの、まあ、ここ街中はですね、えー、旧来の、あの、旅館、あの、 ひなごさんとかですね、え、が、あの、持っている。ただ、新しい新興勢力、あの、アブレア熊八は、あの、愛媛から来てますよね。で、え、郊外に、え、観光資源をこう、開発していくわけですよね。まあ、そういうふうなイノベーションって、別府はどんどん起きてきたはずなんです。ですので、今後、あの、別府がですね、え、21世紀の観光の街として、さらなる発展をするにあたってはですね、本当に市民の皆さんのイニシアティブっていうのが、え、大事かなと思います。 しま、そういったところにですね。apu が貢献できればあの大変ありがたいという風に考えています。はい、あの私の話はこれで終わりという風にいたします。あのご清聴どうもありがとうございました。